今天我们来到了塔克拉托米亚，一个非常有名的玩具的品牌哦。啊，再看这里有好多可爱的玩具哦。商品なんですけど、音が人の肌に触れると音が鳴るというものなんですよ。親指で一つだけ持ってもで、この音楽に合わせて、すごくないこれ。人の肌に触れると音が鳴るんですよ。すごいこれ。自分はできない。ダメなんですよ。耳とかでも。お、すごいこれ。なんか楽器を練習するのってすごい上手に切るまで難しいじゃないですか。で、誰もそのテクニックを必要なく誰でも簡単に演奏できるものができるといいなと思って。 A C耳鼻ほっぺ、まあ、これはこっちのバージョンの曲が違うバージョンで、これがまあ第1弾で、今月末発売するのが第3弾、でラップが楽しめるというものです。これはどこで売ってますか？これはですね、おもちゃ屋さんですとか、あとそうですね、雑貨屋さんですとか、